疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日は代表久々の登場じゃないでしょうか。そうだね、俺もしかして今週初、初初めまして。初めまして。はい、すいません。今週初めましてですね。はい、はい、すいません。はい、はい、ということです。今日はですね、うん、ちょっとテーマといいますか、ちょっとお客様のお話でもあるんですけど、はい、代表は突然なんですけど、うん、緊張ってしますか。はい、しますか。はい、そのお客様のお話は、うん、就職活動の面接の時に、うんうん、はいはいはい、どうしても緊張してしまって、うん、思ったことが喋れないと。ほう。で最近だと、うん、なんていうんですか、オンラインでの面接っていうのもあるんですって。はい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 。まあ、Zoom の面接、うんうん、でそこでもそっちだったらいけるんじゃないかと。ああ、直接目の前にしてないからね、はいはい、うんうん、なんだけど、うん、やっぱりそれでも、うん、もう緊張しちゃって、はいはい、そうでしょうね、全然喋れなかったと、うん、もうどうしたらいいんだと。ほう。で、うん、毎回こうその男の子なんですけど、男の子なの、男の子なんです、うん、で彼なりにいろいろ考えて臨むんだけど、がぜんアドバイスをする気がなくなってきた、ね、なんで。じゃあ今可愛い女の子なのかと思った。可愛い女の子です。女の子にしましょう。そう、女の子設定でいこう。そうしましょう。まあいいや、うん、はい、で、で、うん、まあすごく悩んでて、ほう、で正直その子、うん、就職が決まらないと、はあ、言ってて、まあ、うん、面接もいっぱい受けるんだけど、うん、もうってちょっと悩んじゃってた子なんですよね、うん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 、でそんな時にこう、うん、まあ、代表のアドバイスをお聞きできないかと思いまして。まあ、これ結局ね、今ね、はい、鍋ちゃんの話を聞いてると、はい、一つはね、その緊張するかしないか、はい、でその緊張に対してどうしたらいいかっていう話と、うん、もう一個はもう完全にそれ、そのね、就活の面接をうまく、ね、はいはい、こなしたいと、2つのもうその質問になってるわけですよ、まあ、ですね、これね、はいはい、緊張云々ってことと、うん、就活の面接をうまくするってことは、うん、まあ、またちょっと違う話なんで、なんでだから、はい、まあ、もう疑問、質問が2つになってるわけです。2つになってますね、うん、はい、で緊張するしないって話で言うと、うん、当然僕もね、それは緊張しますよ、うん、で大きく簡単に言うと、緊張する理由ってね、はい、やっぱりそのこれから何かすることの結果をやっぱり考えてしまうからですよね、はい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 、うまくいかなかったらどうしよう、うん、その思っている成果が上がらなかったらどうしよう、失敗してしまったらどうしようっていうね、うん、その結果をやっぱり良くしたい、うん、いい結果を出したい、うん、あ、まあ、そうですね、イコールいい結果じゃなかったらどうしようっていうことをまず考えると、うん、いろいろこうね、緊張して、この場合はだからどっちかというと、うん、恐怖心に近い緊張ですね。はい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 、はい、で緊張にもいろいろ種類があるわけですよ。はいはいはい、はい、うん、で僕のまあただおおむねやっぱりそのこれからやる出来事に対しての、うん、こううまく生かせたいっていうことが、うん、まあ大きな一つの理由ではあるでしょう、はい、緊張感を持つね、うん、だからねぶっちゃけ言うとね、まあ、一番簡単なのは別に結果を気にしないってことですね。ああ、うん、まずはまあまあ確かに、うん、で僕が緊張する場面っていうのはですね、うん、当然ながら日常的なことで言えばお客さんのカットをするときですね。これね、うん、僕は実は毎回緊張はしてます、うん、つまりこれはね、うん、失敗してもいいよってわけにはいかないんです、うん、相手のことですから、うん、とか、うん、あと僕その緊張をよくするのはね、ステージとかね、はいはいはい、そういうこうちょっとサロンワークとはまた違うステージに立って大勢の人の前で何かをやる、うん、はい、これもね自分が失敗して自分がなんかこうおかしかったらどうしようっていうよりは、うん、やっぱりそのステージに上がるまでにね、うん、いろんな人のお世話になって、うん、その期待を背負って出るわけですね、うん、その人の期待に応えるってことに対して緊張感を感じるわけですね、うんうん、だから自分がもし失敗しても傷つくのが自分だけであればさほど緊張はしないんですよ、はい、もう開き直っちゃいますから。もうこれはしゃあない、はいはいはい、例えば歌を単純に人前で歌うのはそれほど緊張しないんですよ、はい、なんでかっていうと仮に僕の歌が下手で聴いてる人が、はい、なんだあいつって思っても、はいはいはい、それはほら自分が受ければいいだけのことですから、うんね、ところがこれがじゃあ僕が何がしかの間違いで、うん、いろんな人の例えばバンドだとか、うんうん、ね、いろんな人のお世話になってある日ステージに上がらなきゃいけないってこうなるとね、うんうん、
自分が下手だったで済まないわけですよ。まあそうか、ね、済まないというか済まないと思っちゃうわけですよ、うんうん、そういうのを考えるとまあ緊張してしまうんですね、うん、だからまずね自分のことだったらどうでもいいんです別にね、うん、ぐらいに思えば、うん、その無駄な緊張はなくなりますね、うんうん、で人のことを考えて感じる緊張っていうのは、うんうん、これはね集中力とか、うん、エネルギーに変わる緊張ですから、うん、これはむしろね別にあっていいと思いますよ。確かに、うん、確かに。で今渡辺さんのご相談の場合はね、はい、やっぱりその就活面接、はいはい、つまり自分をよく売り込みたい、うん、自分の印象をよく受け止めてもらいたい、うんうん、相手に気に入られるにはどうしたらいいんだろうってこういうね、うん、まず横島な考えがあることがよくないあそう、なるほどね、うん、そうだよね、うんうんうん、どうせ取るに足らないやつでしょ、うんね、そんなやつがね、うん、なんか必要以上に自分をよく見せようって、うん、そんな虫のいい話ないんですよ、うん、そうか。だから、まあ、等身大でいいわけですよ、はいはい、あでもそんな彼だってね、うん、普段はお友達と喋ったり、うん、ね、笑って話したり怒って話したりとかっていろいろするでしょ、うん、普通に、うんうん、だから等身大でいいじゃないですか、うん、ね、かっこつけて入ったってね、うん、仕事ってのは入った後がもう大事ですから、はいはい、入った後の方が長いわけですよ、うん、ね、うん、女本当の自分じゃない自分を見せて、うん、ね、入ったって、うん、なんだ入ってからお前なんだ実はこんなやつかって思われるぐらいだったら、まあ、まあ最初から本当の自分でいけばいいじゃないですか。確かにね、そうですね。でね、これね就活生、うちのお店は大学が近いから大学生多いんでね、はい、まあ、就活生は結構多いんだけど、うん、でこれはねずっと毎年僕ね就活生には言うんだけど、うん、このね面接ってね、うん、まるでみんなねその合否採点を受けるようなね、うん、印象で、まあ、みんな挑むわけです、はい、それはもちろん皆さんはね、うん、就活生そのものは、うん、その自分の就職先を決めたいでしょうし、はい、場合によってはその自分が狙っている就職先だったりとかあるかもしれないですからね、うん、まあ本人にとってはそれは合否でしょうけど、はいはい、これね企業側から言うとですよ、うん、例えばまあ一応うちもねお店で、うん、例えばうちに入りたいっていう希望者が数人いた時に、うん、その中から例えばじゃあ一人を選ばなきゃいけないってなった時にね、うん、何も別にねペーパーテストさせて点数のいい方から順に選ぶわけでもないし、うんね、仮に専門学校の卒業時の成績がねいくら良くたって正直その辺はあんまり気にしてないし、うんうん、本当の仕事なんてのは所詮現場に入ってからですから、はい、つまりねやっぱりねそこはもうね人として元気がいいやつとか、うん、素直そうなやつとか、うん、ね、前向きそうなやつとか、うん、まあね、別におっとりしてて静かでも、うん、あ、なんか裏を持ってなさそうだなとか、うん、結局ね、印象ってのが一番大事なんですよ、うん、だからそんなね、自分が受からなかったらどうしよう、自分がなんかうまくこう相手に思われなかったらどうしようなんていうね、うん、利己的な不安で緊張なんかして本当の自分を出せないぐらいだったら、うんうん、ね、うん、あくまでも本当の自分で質問されてね、うまく答えられなければね、うまく答えられないでいいんですよ、うんうん、なね、たかが大学生にね、うん、例えば企業側が何か質問をしてですよ、うん、そんな偉そうにベラベラ喋られてもね、うん、何を言うとんねんって思いますからそこが、うん、素直でいいんですよ、うんうん、分からんことは分からんってはっきりと言えるってことがね、その子の人柄をね、うん、見せるじゃないですか。まあ確かにそうだ、うん、これはね、どんな仕事でもね、どんなに、うん、まあその地頭というか、うん、ね、我々とは違うね、うん、もう地頭が必要な仕事もありますよ、うん、ね、うんうん、でも、うん、仕事ってのは一人でするもんじゃないし、うん、やっぱり会社っていうチームでするものだし、うん、ね、人と関わっていくってことが仕事ですから、うん、やっぱりそういうね、自分のキャラクターをちゃんとね伝えるってことが大事なんですよ、うんうんうん、ね、だからそのオンラインのね面接なんて、だからある意味で言うと逆に難しかったりすると思いますよ、うん、目の前にこうやって人がいれば、はい、その時の空気感みたいなものができますから、それまた画面越しだとね、逆に難しい、目の前に人がいないとはいえね、うんうん、逆に難しい気もしますよ、うん、そうか、うん、だからね、あんまりね、はい、落ちた受かったなんてことを考えるよりもね、はい、やっぱり自分のキャラクターを、お、いいね君って思ってくれるところとの出会い、うんうん、これを、まあね、心待ちにして、うんうん、これはね、出会いなんですよ、やっぱり合否ではないんですよ、うんうん、で仮にどんなに能力が高くて、うん、どんなに成績が優秀でもね、はい、その時企業側がね、うん、うちはね今例えばそういうね優秀タイプのスタッフがいっぱいいるんだと、うん、今うちにはね、うん、ムードメーカーが欲しいんだなんていうタイミングだとすればね、はいはいはい、
その企業はいくら優秀な、ね、人が面接に来てもね、うんうん、その人よりもむしろねちょっと成績は劣るけど、うん、メンタル的にすごくムードメーカーになりそうだなみたいなキャラの方をね、はいはいはい、選ぶ場合だってあるんですよ。そうか、うん、だからもう順位つけていない上からどんどん取っていくわけじゃないんですよ、うん、この採用する側ってのは、うんうんうん、でねその子もねだからねそういう意味ではね、うん、やっぱり本当に自分が夢中になってやりたい仕事、はいはい、うんね、そういう仕事をね、まあ、本当は一番見つけられればいいんですよ、うんうん、大学生なんかだって4年間も学校行ってるんでしょ。行ってますね。でその間になんか自分探しだとか自分のやりたいことを見つけるとか言って探してるやつ見たことないもんだってほとんど、うん、そうでしょね、うん、本当はねだってもう大学入るってことはですよ、はい、大学入った時点で、はい、大体あれ就活ってもう3年生くらいから始めるでしょ。そうですね、ね、つまりもう入学した時点であと2年後にはね、うん、自分が就活をするんだってもう分かってるわけですよ、うんね、そしたらやっぱり本当はこの2年間で、うん、自分はねどんなことで人の役に立てるのかなとか、うんうん、自分はどんなことだったらこう頑張れるのかなとか、はいはいね、そういうことをね本当はね入学してからねもう見つけていかなきゃいけなかったんですよ。確かにしてないじゃないですか。そうですね、ほとんど、うん、まあ今はコロナでねまた学校も行けなかったりするしね。それがね、急に就活が始まったからって言ってね、うん、なんか急にそんな面接で自分をね、うまく思ってもらおうなんてね、うん、そんな虫のいい話はないわけですよ。そうか、うん、そうですね、でそんなこと考えるからね、緊張してきて、ね、これを言ったらあの得点が低いとか、うん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 、こういう答え方をすると印象が良くないとか、うん、ね、うん、そんなのね、はっきり言ってこう受けあの採点する、採点っていうか、うん、採用者側から見るとね、大体バレますから、うんそういう人となりっていうのは大体わかりますから、はいはいはい、うんね、だからやっぱりね、本当にやっぱ自分がこういう仕事したいな、うん、こういう仕事だったら僕は人のこう役に立てるなとか、うん、この仕事で人の役に立ちたいなとか、うん、なんかね、そういうやっぱり思いみたいなものは大事ですよ、うん、でね、面接官が何聞いてくるかわかりませんがね、うん、はい、その質問に対してね、はい、あくまでも素直に、はい、うん、なんか昨日おとといね参考書で調べたようなね、うん、わけのわからない返答なんかしたってね、うん、大人は見抜きますからそれは。そうですね、うん、ね、そんなことよりももう素直に、はい、ね、ちょっと難しい質問で答えられなかったら、あ、もうはっきりとすいません、ちょっとその答え僕今自分の中に用意がないです、おそういうすいませんって、うんうん、でもなんかすごいその質問をされて、うん、今はっと思ったんで、うん、あの面接関係なく、うん、あのこの後自分でしっかりその質問に対して考えていきたいと思いますとか、そういう答えをした方が、なるほど、もうなんかこいつ素直でいいな、はい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 、って思うじゃないですか。確かに、うん、それがなんかね、なんか御社はお前御社なんて普段言わんろみたいな、ね、そういうもうね、だから確かに、うん、確かに、そんなもんです。そっか、うん、だから緊張なんてのはね、はい、いい緊張と悪い緊張があるんですよ、うんうんうん、ね、で自分のことばっか考えて不安に駆られたりとか、うん、そういう緊張っていうのはね、うん、よくないんですよ、うんうん、でそんなの大体見る方から見れば分かりますから、はい、だからそいつなかなか決まらないんですよ。そいつってな、そうですね、うん、そうなんです。だからもっと素直になって、はい、何個落ちたっていい、うん、ね、うんうん、自分らしく相手とこうコミュニケーションを取って、うん、一番最初のコミュニケーションですから。だって面接ってもしその自分がその会社に入るとすればですよ、うん、数年後ね、うんうん、渡辺さんが、採用担当の人だとしたらですよ、はい、ね、うん、数年後渡辺さんにね、はい、お前あの面接の時なあ、お前ああだったよな、あそうでしたねとか、そういう話になるの。確かに、そうでしょ、うん、だから受かったと考えれば、うん、面接ってのは最初、一番最初のその会社とのね、うん、コミュニケーションの始まりですから、うん、もうね、その社員の一人だと思って、うん、自分がもうこの会社の自分は一員なんだぐらいの気持ちでね、うん、その会社のその上司や先輩にあたる人からの、はいはい、その質問にしっかりと答えていけばいいって、うん、こういうことでしょ、うん、大体だってほらうちもそうだけど、はい、ね、歴代そのうちに入りたいって言ってきた子たちとかさ、はい、それはさ入りたいって思ってるから、入りたい時はさ質問何したっていいことばっか言うじゃんどんな練習でも耐えますとか、あもう夜遅いのとか僕全然平気ですとかさ、ね、いやもう絶対僕は佐藤さんの下でこの仕事を学びたいんですって言って3日後にラーメン屋になりたいって言ったやついたな、いましたね、びっくりしたもう、なんだそれみたいな、なそんなやつもいたじゃん、いました、うん、あったあった、うん、だから
なんていうの、うん、そんなの面接で答えてることの全てが本音だなんてこっちも思ってませんよ、うんうん、だからこそね、その質問と答えの中からね、その言葉遣いだったり目線だったり態度だったりで、うん、その人の人となりを見てるわけですよ、うんうん、面接官っていうのは、はい、うん、ね、きっとあのうまく答えられなかったから落ちたんだな、そんなことと違うんですよ。そうかもね、うん、ね、逆に、うん、僕今日はもう全ての受け答えが完璧だなんて思ってるようなやつはね、もうあいつダメだなあいつ自分で頭いいと思ってるであれなあいつかちょっとそういう風に見られちゃうちょっとあいつ鼻につくわあいつとかって思われますよ。確かだっていいやつと一緒に仕事したいじゃないですか。そりゃそうです、ね、結局は、ね、うん、ね、うん、ええー、やつだったらそいつが失敗したら助けたろって思うわけですよ、うんうん、ね、それがどんなに優秀でもなんか感情悪いやつが失敗したらもうあいつ失敗しよったみたいな、人間ってそんなもんでしょ。だってね、そうだよ、だってね、だから僕だって神様仏様じゃないんだから、うん、やっぱり感じのいいやつにはねこっちもいろいろやってやろうと思うし、はい、もう感じ悪いやつなんかもういいみたいなやっぱ表舞うですよ、やっぱそれは人間ですから悪いやつだな、なあ、だからやっぱりな、まあ、そうですね、そうやってな、はい、緊張するっていう理由が、うん、ね、自分のことばっかりが、ね、理由で緊張してしまうようでは、はい、それは相手に見透かされますよと、うん、ね、うん、そういうふうに言うたって、分かりました、うん、次回で、今さらジタバタすんなって、うん、そうな、今まで散々遊んできたんだろうから、はい、確かに、ね、確かに、今まで散々なんか遊んで、ね、好き放題やって、うん、ね、で今さらジタバタして挙句の果てにいいとこ入りたいバカ野郎ね、お前を取ってくれるところなんかもうどこでもありがとうございますって言って、もうそういう気持ちで挑めって、うん、そういうもんですよ。分かりました、うん、はい、まあ、ただだから緊張自体は僕もしますよ、うんうん、もうヘアショーとかの本番前なんて吐きそうになってますよ。ああ、そう言ってましたもんね、うん、確かに確かに、うん、だから緊張に強い人は羨ましいよね、うんうん、で伊藤さんはだってあんまり緊張しないタイプじゃん。するよ、私だって一応人のこと気にしないもんな。え、気にしないからやっぱ緊張しないんですよ。いや緊張するよ、うん、あ、そう、うん、一番緊張したこと何、過去、過去一、ああ過去一緊張したのなんだ。ね、うん、吉藤さんに、うん、バン、伊藤ちゃんどうって言われた時に、うん、あの泣きそうなくらい震えた、緊張して、うん、答えられなくて、うん、だからそれだから自分のことばっか考えてる緊張だろ悪い緊張だわそれな。渡辺さん一番緊張したの何。いや僕ももうあれですけど、うん、今すっごいあの昔小学生の時の話を今ちょっと思い出したんですけど、人前で、うん、クラスみんなの前で、うん、あの校歌を一人で歌えって言われた時に、うん、もう俺あの時本当に苦痛っていうかもう緊張、うん、辛かったですそれ何が辛かった。いやもう恥ずかしい気持ちですね。そうなんだよね、うん、だから恥ずかしいっていう ね、うん、ね、だからこれ前に何かで言ったような気がするんだけど、うん、ね、例えばあの絵をあの画家のピカソ、はい、有名な、ね、画家のピカソさん、はい、ピカソさんの名言でありますよ、はい、ね、人間は誰しも皆才能を持っていると、うん、しかしそのほとんど多くの人がその才能を開花させないまま終わってしまうと、うんうん、ね、じゃあその才能を開花させられない理由は何か。それは羞恥心だ、つまり恥ずかしいという気持ち、ね、恥ずかしいという気持ちが自分たちの行動や発言を抑制させてしまう、はい、そのことによって自分たちの才能がどん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 目、ね、芽吹かない、はいはいはい、ね、はい、ものになってしまうと、ね、恥ずかしいなんてことはないんだと、うん、そういう気持ちで生きていけば、はい、ね、どんなことにもチャレンジしてね、どんな場面でもよしじゃあって言ってこうやれるわけですよ、はあ、うん、だからその恥ずかしいなんていうのはね、いらないぞってこうピカソさんも言ってるぐらいですよ、うんうんうん、ね、だからそういう、ね、いいじゃないですか、なべちゃんみんなの前で校歌歌って、ね、恥ずかしいけどもう音程めちゃくちゃだし、そうです、そうです、いいじゃないですか、でもいいですかそれ、それを恥ずかしそうに歌ってるとなんかみんなクスクスなんかこう あいつとかになる、うん、もう堂々とやってればね、あ、うん、そうか、一周回ってなんかユーモアになったりとか、はいはい、あ、そういう、うん、あいつすげえなとか、あ、うん、そういうことになるんです。確かに、そうですね、リベンジしてみる。いや今はいい、ね、うん、
まあそういうことです、はい、うん、まあ そいつまた来るんでしょ、はい、そうですね、次回その提案、うん、ね、この動画も見てくれって言います、うん、ね、はい、見てくれてるんだ、いや見てくれって言います、あくれってね、うん、そうそうね、うん、まあ伝えといて、わかりました、うん、いいのそれで OK です、OK です、うん、はい、はい、うん、いやとても本当にいいアドバイスが多分できると思いますんで、はいはい、うん、はい、ということで、うん、また次回の動画でお会いしましょう、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした。